ワールドヒストリーカップ、引き続き実況はクッキー、解説はラバーさんです。さあ、大変です。CM の間にアレクサンドロス大王が急死。その広大な領地をギリシャ人たちが奪い合っている。最も多くを受け継いだのはセレウコス朝シリアだ。エジプトではプトレマイオス朝も成立している。ラバーさん、この状況どう見ますか？いや、これは大王のミスですね。退場する前の最後の指示が、最もふさわしい者が帝国を継げということで、これは混乱しますよ。爪が甘かったですね。ただこれ分裂したといっても、どこもギリシャ人の国ですから、ギリシャの優れた文化が広大な範囲に際立っていきますね。ヘレニズム時代の始まりですよ。またインドではマウリヤ朝であります。仏教マニアことアショーカ王が登場だ。西の方ではローマがイタリア半島統一、これを警戒するカルタゴ。ここでポエニ戦争の火蓋が切られた。急ごしらえのローマ海軍、奇跡の勝利。いや、なかなか見応えのある試合でしたね。はい、ローマとカルタゴ、まさに地中海の領有の激突でした。まあ、初戦はローマが制しましたけど、まだ1点差ですから、50年後に予定されているセカンドレグも楽しみですね。さあ、アジアではセレウコ朝の統率が早くも乱れ始めた。バクトリアやパルティアが建国されています。そして中国の戦国時代がついに終わりを迎えそうだ。秦の始皇帝であります。革新的な統一政策、そびえ立つ万里の長城。これは見事ですね。王の称号では飽き足らず、歴史上初めて皇帝を名乗りましたよ。ただちょっと調子に乗りすぎですかね。民衆をこき使いすぎてるようにも見えます。しかし支配が過酷すぎましたかね。あっという間に崩壊、再び混沌に逆戻りか。ここで農民出身の劉邦が現れた。皇帝との決戦に勝利、再び統一国家全冠の誕生だ。しかし北方の強度は悩みの種のようですね。はい、まあ劉邦監督、特別足が速いとかテクニックがあるわけじゃないんですが、人の長所を生かすゲームメイクとチームをまとめる包容力には見るべきものがありますね。まあしかし北方の強度ですか、彼らは遊牧民ですから、とにかく戦争に強いですね。まあみんな移動しながらの生活なんで、統一を保つのは大変そうですけどね。そしてこの間に西の方でも大きな戦いがありました。ハイライトをご覧ください。ローマが再びカルタゴと激戦しました。カルタゴの絶対的エースハンニバル、決死の覚悟でアルプスを越えた、まさに山の神。ローマ絶体絶命の危機だが、敵を徹底的に研究したスキピオ、見事にハンニバルを返り討ちというハイライトでしたが、いかがですか？いやー、歴史に残る名勝負でしたけども、まあローマの粘り勝ちですね。苦しい時間長かったんですが、よく耐え抜いて団結を守ったと思います。敗れたカルタゴはもはや風前の灯火ですね。はい、そして今ローマによってついにカルタゴ滅ぼされました。ローマにとってもはや地中海は我らが海。さあ一方、アジアではパルティアが帝国と呼べる繁栄ぶりだ。また前回では7大皇帝武漢が即位した。東西南北四方向への目覚ましい外政だ。はい、パルティアはイラン人の国ですね。まあ西アジアを久々にギリシャ人から奪い返しましたね。まあそれにしても各地でこれまでにないほどの大国が出現してきましたね。さあ西の方をご覧ください。あの伝説のハゲの女たらしが現れました。ユリウス・カエサルです。圧倒的な民衆の支持を得る終身独裁官に就任。いや、ラバーさん、ローマの共和制終わるんでしょうか？そうですね。まあ、カエサルは軍事も政治も天才的ですし、民衆の支持も圧倒的です。まあ、それに、これだけ領土が広がると、まあ、大勢で話し合って決めるより、一人の強力なリーダーが必要なんじゃないでしょうかね。ただ、元老院議員たちの中には、プライドが傷ついてる人もいるようで、まあ、これチームに内紛が起きそうな感じもありますよ。ここで元老院の反撃だ。なんとカエサル無念の暗殺。ブルータスのお前もか。さあ、内戦です。カエサル側近のアントニウス、ここはエジプトの美女クレオパトラと結ぶ。これは完全に心を奪われていますね。これではローマ市民に見放されますよ。そんなアントニウスをカエサルの養子オクタビアヌスが破った。共和制の復活を宣言。いや、共和制へと時代が戻りましたね。いや、元老院は騙しても我々の目は騙せませんよ。彼は実質的には皇帝、絶対的な権力を握っています。つまりこれは帝政ローマの始まりなんです。なるほど、そうですか。さあ、ここで中国をご覧ください。皇帝の外戚王毛が国を乗っ取っています。極端な復古政策だが、農民の反乱であっけなく滅びまして、皇武帝が漢王朝を復活させました。そしてインド北部では大下氏からイラン系クシャーナ朝が独立。一方、ローマ帝国では先ほどのイエスの処刑で話題が持ちきりのようです。これは何が起こったんでしょうか？そうですね、イエスはユダヤ教の改革を目指したんですが、先ほど十字架で処刑されてしまいました。しかし、なんと彼が復活したという噂が急速に広がってるらしいですね。さあ、果たして彼は救世主キリストなのでしょうか？
それにしてもローマの発展は見事ですね。完成度を高めるパクスロマーナ。しかしここで自称アーティストでオリンピック金メダリストネロが本領発揮。濡れ衣を着せられたキリスト教徒。いやこれは暴君ですね。ローマで起きた大火事をキリスト教徒たちの責任にしようとしていますよ。さこのタイミングでアジアのオアシス都市が五冠に服属。ユーラシアの東西交易路の完成だ。ローマ、パルティア、クシャーナ、そして五冠。美しいバトンリレーが織りなす絹の道。ローマでは混乱を乗り越え栄光の五賢帝時代に突入だ。最強の皇帝トライアヌス、パルティアの都ステションを一時占領。そしてハドリアヌスはディフェンスを固めます。はい、攻撃的だったトライアヌスとは違ってハドリアヌスはさらに点を取りに行くのではなく現実的なディフェンス重視に戦術を切り替えて堅実に周囲を守り抜いていくという作戦ですね。ここでクシャーナ町ではカニシカホが登場、大乗仏教を保護しています。一方パルティア衰退傾向でしょうか。五冠でも外戚や宦官が政治を荒らす。とこの金だ、犠牲になった多くの官僚たち。そして宗教団体による公金の乱、各地で軍閥が自立していきます。さらにローマでも鉄人皇帝マルクス・アウリリウスの検討を虚しく蛮族が侵攻。軍事大国化は避けられない。乱れていくローマの平和。中国も三国志の時代に突入だ。劉備と孫権、赤壁の戦いで曹操を食い止めた。いやラバーさん、一気に各地が動揺しているように見えます。はい、東西の大国が両方衰退してしまったんで、まあ、その間で交易路をつないでいた2カ国もだんだん苦しくなってきてますね。さあ中央アジアではパルティアに代わってササン朝ペルシアの登場だ。往年のペルシア帝国復活を目論んでいる。ここでシャプル一世、なんとローマ皇帝ワレリアヌスを捕らえた。ローマ帝国は混迷の軍人皇帝時代、抜け出せません。はい、各地の軍隊が勝手に自分たちのリーダーを皇帝に押していきますね。もう50年間で16人もの皇帝が乱立して大体が暗殺で命を落としていますよ。現れては消える皇帝たち、まさに皇帝のバーゲンセール。世界各地が荒れています。しかし止まない、雨はない、明けない夜はない。そうですよねラバさん、ここで中国三国時代が終わります。義を乗っ取った真の芝縁が統一だ。ローマでもディオクレティアヌス先制君主となって国に平穏をもたらしました。皇帝を拝まないキリスト教徒は大迫害だ。そしてテトラルキアを始めたようですが、これはどういった意図があるんでしょうか。はい、まあ、帝国は広大すぎるということで4つに分けてそれぞれに皇帝を置くという作戦ですね。まあ、帝国の安定のためには現実的な手を選んだと思います。現実的な戦術ですか。おっと、しかしコンスタンティヌス戦術を変更。ビラの勅命、キリスト教公認と。コンスタンティノープルを新たな都に、ローマをキリスト教国会と変貌させていきます。再び帝国を一つに統一させましたが、まあ、ガラッと変わりましたね。これは戦術の革命ですね。まあ、キリスト教はもう十分に広まってしまいましたから、まあ、これを弾圧するのではなく逆に認めた上でこれを利用するという点に出ましたね。まあ、つまり皇帝はキリスト教の神に選ばれた存在なんだというアピールをしていますよ。なるほど、その手があったかというところですね。さあ中国ではあっという間に秦が滅亡。ほんの一時の平和でありました。今南部で復活しましたが、もはや北部は郷土戦費など5つの異民族が攻防、5個16国時代に突入です。そしてインドではグプタ朝が成立しています。仏教やヒンドー教文化花開く。さあここで突如謎のアジア系勢力フン族が東欧に出現しました。バン族にすら恐れられるバン族であります。一体何者かと。そうですね、彼らのプレイスタイルは先ほど中国の北方にいた郷土に似てるようにも見えます。これ同じ系統の民族かもしれませんね。これに押されゲルマン人たちは西に逃げる逃げる逃げる。ローマ帝国内に雪崩を打ってきた。ローマが東西に分裂する中、フン族最強の大王アッティラが出現。そしてゲルマン民族によって蝕まれていく西ローマ。一方中国は南北朝時代に突入しています。北は異民族の戦費、南は漢民族、二人の皇帝が並び立っている。さあここで西ローマ帝国静かに終焉を迎えました。イタリアもガリアもスペインももはやゲルマン人が支配者に。しかし東ローマ帝国の方は経済力も強いですから、あまり異民族の侵入を受けていませんね。確かに東ローマ帝国検討しています。そして現れたユスティニアヌス大帝、アフリカとイタリアの奪還へ向かう。一方ササン朝ペルシアも名君ホッスローの登場。宿敵遊牧民エフタルをついに滅ぼした。組んだ相手は突厥だ。
ついにベールを脱いだトルコ民族、内陸アジア中に広がる大帝国。はい、マサ山頂、先ほどから異民族とか新宗教の影響で混乱したんですけども、ホスロー選手見事に収集しました。まさに救世主という感じですね。ただそれ以上にちょっと目が奪われてしまうのはやっぱり突厥帝国の勢いですね。トルコ民族ですか、まあ、この凄まじい強さ、これから先も注目ですね。いや、面白くなってきたところですが、再び CM を挟みます。第1094回ワールドヒストリーカップです。この番組は不老不死を夢見るあなたに、あの始皇帝も愛飲した最高品質の睡眠ドリンクを提供するマーキュリー飲料の提供でお送りしています。こちらですね、先ほど入った情報によると、こちらの会社、どうやらお客様の声で始皇帝の体験談を捏造したのではないかという疑いで消費者庁から指導が入っておりますので、まあ、皆さんご利用の際は自己責任でお願いいたします。また引き続きですね、実況を担当していただいているクッキーさんのチャンネル、それからこの世界スポーツのチャンネルへの登録、それから高評価ボタンやコメント等もいただけると嬉しく思います。